今週は従業員の独立を応援する居酒屋グループとして知られるアトモスダイニングの事例から部下や後輩への仕事の任せ方について勉強します。まず現状認識タイムでは、あなたは部下に任せる仕事の選び方や任せ方についてどんな考えを持っていますか？シェアしましょう。アトモスダイニング株式会社は福岡市中央区に本社を構える店舗数22、従業員数200名を超える飲食グループです。ランチェスター法則では事業は絞り込めと言われますが、同社では業態を居酒屋をはじめ韓国料理、焼肉、もつ鍋、イタリアンなど多様に展開しているのが特徴です。まずその業態展開の理由について山口社長に伺いました。それだけ広い幅広い業態をこう展開するというのは、よく言うランチェスターとか、ああいうその一点絞り込みっていう一点突破の法則からすると、少しなんかね、趣旨がなんかこう違って見えたりするんですが、それだけいろんな業態22店舗を複数の業態で展開するっていうのは、山口社長のお考えで何かあるんですか？一つの業態ばっかりでやってるとリスクが高いのかなと。確かに何か一つ問題が起きたらですね、全部が悪くなるので、経営状態がすごくズタズタになるんじゃないかなっていう、僕は、はい、狂牛病の時にうちその